池田翔之助は、日本の政治家、衆議院議員、第九大科学技術庁長,長官、社団法人内外事情研究所理事長、山形県阿久美群観音寺村里田出身、1922年日本大学新聞総監、1926年日本大学政治学科を卒業後、読売新聞記者となる、論説委員を経て、三木武義の地遇を得て、 放置新聞に入社。常務党を歴任後、同盟通信社理事となる。1942年の翌3選挙に、非推薦候補として初当選。戦争末期には、五国同司会に参加。思想検事の大御所である、塩野末彦の司法大臣時代には、秘書官も務めた。戦後、五国同司会のメンバーと共に、日本共同党の結成に参加。 1949年に日本自由党公認で総選挙に当選。三木武義が公職追放を解除されてからは、三木ら鳩山一郎グループと行動を共にし、1954年に日本民主党が結成されると同党の副幹事長に就任。保守合同で自由民主党に所属。砂田グループ、岸派、福田派に属す。1960年に、 第二次池田内閣の科学技術庁、懲戒権原子力委員長として入閣したが、1968年に発覚した日通事件によって、受託収賄罪に問われ在宅起訴される。1977年に最高裁で、懲役1年6ヶ月、追徴金300万円の実刑判決が確定。病気で服役は免れたが、政界から引退した。 この事件捜査の最中、池田、福田竹雄自民党幹事長、井本大吉検事総長の3人が会食した。池田が起訴されたことによって、井本のこの行動は問題視された。1986年3月27日、人不全のため、東京都港区内の病院で死去。88歳没。日中国交回復以前からの中国との貿易交渉のために尽力。 1953年以来、通商団長党として、数度にわたって、中国に赴もき、1958年に第四次、通商協定を結ぶなど、日中貿易に実績を残した。また、坂田北港開発や国道及び、補助の整備、土地改良事業の促進等、省内発展のためにも貢献した。1977年、郷里。 セリタの工場時計台に銅像が建てられる。タンクだが向こう気が強く、鼻息の荒い人物で、吉田自由党を向こうにした日本自由党を結成した、八人の侍時代には、同志の河野一郎と、大喧嘩をして、河野をして、行ったピーナッツのようにしてやる。すなわち、目が出ないようにしてやると言わしめた。池田内閣の科学技術庁長,長官時代には、荒木万寿。 夫文部大臣と国会内で喧嘩になり、馬鹿野郎を呼ばわりした。また、田中角栄の秘書だった、早坂重蔵の改想では、田中が自由民主党幹事長時代、幹事長室に入った池田と田中が大喧嘩になり、池田に対して田中が、このクソじじい、ぶったたいてやると行きまき、池田は池田でぴょんぴょん飛び跳ねながら、やれるもんならやってみろと応酬したというエピソードが、紹介されている。 ありがとうございます。